ここよりは DMD の方が多分今後半の中でやったの一人で行動感を守らせると思うので、そっちに行きます。それでは、榊原さんで JavaScript と Swift Java をつなげるキャパシタとこれからの Web フロントエンドです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。JSConf なんですけど、Swift と Java の成分が多めになります。まず榊原正彦と申します。関西で自分で会社してるほかに、東京の会社の CTO をしたりとか、あとIONICビッグジャパンユーザーグループっていうユーザーコミュニティの代表をしてたりします。で、日頃どちらかというとアイオニックフレームワークの、コントリビュート活動をしてまして、気づいたら結構上の方にいました。で、本日お話しするのキャパシタなんですが、キャパシタの Facebook ログインが、アドモブみたいな、ネイティブと JavaScript をブリッジする、プラグインなども出してまして、本日その話がメインになります。
で、こちらただの宣伝なんですが、定額住み放題でちょっとこの間バズった皆さんご存知です、月4万円住み放題全国の、拠点マネージャーを募集、拠点マネージャーの学校をやりますので、別に拠点マネージャーとか興味ないわっていう方、ちょっとヤモリの学校で調べてこんなんやるらしいよってツイートでもしておいていただけると助かります。はい、でキャパシターですね、キャパシター何って検索いただいたら、ネイティブブリッジ4、クロスプラットフォームウェブアップスって出てくるんですが、簡単に言うと、この中でコルト、まずキャパシター触ったことあるってどれぐらいいらっしゃいます？あ、いるんだ。コルドバ触ったことある。コルドバ嫌い。そんな嫌いみたいな話はしないんですが、すごく簡単に言ってしまうと、ウェーブで、アプリを作りまして、それを、1つ目の機能、全、縦横 100% に表示して、まるでアプリをそのままネイティブアプリを表示しているように見せることができるウェーブビューですね。でもう1つがウェーブ固有の機能にアクセスすることができる。それをすると、まあ、もちろんウェブで作ってるんで、www でも公開することができますし、まあ、Android で Google Play で配信したりとか、App Store で配信。でもう一つは、Electron でコンパイルすることによって、デスクトップアプリとしてもリリースすることができます。まで話すと、よくReact Native、Native Script と何が違うのって話を聞かれるんですが、React Native とか Native Script はあくまでネイティブのレンダリングを行いますので、ビュー、ここでビューとかテキストとか書いてる、タグっぽいの書いてるの見えると思いますが、これはブラウザでレンダリングされないんで、厳密にはウェーブ、表示されてるのはウェーブじゃないです。私が今から話すのは、ウェーブで、ブラウザでレンダリングした画面をアプリのように配信する技術です。で、って話をすると、昔はFacebook がうまくいかなかったから遅かった、ウェーブで作ると遅かったから、ネイティブで作りたいかっていう時に、言った時、いやいやお前らの実装が悪いんだろ、 HTML で作っても早いよっていうので、左が、当時の Facebook で、右が、HTML で再現したのですが、こんだけ早く作れるからお前らの実装が悪かったっていう動画を上げたチームがいまして、ぐらいちょっと一時期日本で遅いみたいな話を受けてたんですが、比較するとこれぐらいの性能で動きます。はい、どうやって使うのかっていうお話なんですが、皆さんの、プロジェクト内で、キャパシターコアとキャパシター CLI をインストールして、 NPX でキャパシターコマンドを使ってイニットを行うと、下みたいなキャパシターコンフィグレーションっていうファイルが形成されます。でこちらがキャパシターで、iOS、Android もしくは Electron でブリッジするための設定ファイルになっています。こちらドキュメンテーションを見るともっといろんな設定項目があるんですが、例えばデフォルトダークモードにするとかなんですが、一番基本的なものはこちらになります。で、NPX のキャップの iOS を入力する、実行すると、そのアプリで、iOS 上で、App Store で配信するために、X コード上で動かすために必要なファイルが一式生成されます。はい、ではもうちょっと具体的なところを見ていきましょう。結局のところ、キャパシターの技術、まずSwift iOS から見ていきますが、Swift をどうやって HTML、JavaScript とつないでいるのという話になります。ファイル、生成されたファイル、左がキャパシターで生成されたファイルで、右が、Swift でもブランクで作ったプロジェクトファイルです。で、そうすると、Swift ってアップデリゲートから起動して、ベースになるところで、メインストーリーボードを次読み込みます。で、当然、Swift でブランクで作ったプロジェクトはストーリーボード。まあ、当然ブランクですよね。で、それに対して、キャパシターで作ったストーリーボードは、上が X コードで、下がそれソースコードそのまま開いたものなんですが、カスタムクラスっていうことで、キャップブリッジビューコントローラーというクラスを継承しています。じゃあこれなんだろうなと思って、探してみますと、まずキャパシター、Swift の POD っていう、NPM みたいなバージョン管理のシステムがあります。そちらで結構これ
本当に Swift と JavaScript をつないでいて楽しいんですが、普通にPod5 で例えば Google の AdMob とか入れるとき、AdMob って書くと普通に、NPM みたいに Pod インストールすると AdMob をネット上から落としてくるんですが、こちらよく見ると Pod のキャパシターで、パス指定してノードモジュールズの中から取ってきています。でこのことによってノードモジュールズのバージョンと、キャパシターの Swift のバージョンを二重管理しないようになっているんですが、なので具体的に、キャップブリッジっていうコントローラーがどこにあるかっていう時を探すときにノードモジュールズの中を探すことになります。でそうすると、本当にキャップブリッジビューコントローラー、Swift っていうファイルがありまして、その中にロードウェーブビューというものがあります。で、フルスタートパスっていうことで、いわゆるこちら、URL関数で売られているんですが、パブリックの中の、アペンディングパスコンポーネントなんで、スタート DIR の中のパブリックフォルダの中のインデックスっていうファイルを探して、そのインデックスファイルが HTML でなかった場合、例えば PHP ファイルだった場合とかですね、エラーが起きるようになっています。でこのパブリックは何かと言いますと、 iOS の、実行している、スタート DIR ですね、iOS のアップの中に、パブリックっていうフォルダが、生成されています。でこちらメインプロジェクトからコピーされてくるものなんで、 Git Ignore で追加されてて、ちょっと半透明になっていますが、こちら実体ファイルとしてあります。じゃあこのパブリックって何か、先ほどの、NPM、NPX キャップイニットで生成したファイルの中に WebDIR ってあるんですね。でこちらは私はアンギュラーのプロジェクトででも一番最初作ったんで Git になってますが、アンギュラーのプロジェクトを、ビルドすると Git の中のプロジェクト名で生成されます。なのでこの Git、アンギュラープロジェクトの Git の NG キャパシターっていう私が作った、私がビルドした中にインデックス HTML が入ってます。でこちらを public というディレクトリでコピーするようになっています。ですので、ですので、Swift からこのような経由をすれば、WebView を 100% として、ストーリーボードでビューコントローラーで表示することができます。で一般的に Cordova もキャパシタもシングルページアプリケーションで作りましょうって言われてて、ちょっと私どうだっけなと思って、iOS で確認したところ、普通にローカルでした。ページ遷移もできました。なんで例えばインデックス HTML があって、ネクスト HTML があって、サードがあるとして、A タグでターゲットブランクとか入力するとさすがに別ウィンドウが立ち上がるんで何なんですが、普通にローカルの遷移でしたら問題なく行うことができました。ただし、毎回アセットをロードし直しますし、インタラクティブな動きもできないんで、ユーザーからすると、ただ、100% の、ウェーブを表示してるなっていうことになるので、おすすめはしないですが、性能リチンでしたら動くことができました。でここまでなると 逆経路を思いますよね。 HTML、JavaScript とか Swift にどうやってアクセスしているのか、キャパシターの、それをブリッジさせるときは基本的にプラグインを使います。でプラグインで、こちらもキャパシター CLI を使うんですが、 CLI で NPX を行うとこのようなフォルダが出てきます。でプラグインで、プラグイン H、プラグイン M、プラグイン Swift みたいなのが出るんですが、こちらは Swift のシュットスタートロードウィズリクエストという仕様に基づいてまして、すごい簡単に言ってしまいますと、プラグイン H とプラグイン M でカスタム URL スキーマを生成します。で、それをウェーブビューの中の、ウィンドウオブジェクトに追加しますので、そちらを叩くと、プラグイン H、プラグイン M を経由して、プラグインスイフトを実行することができます。なので、プラグインスイフトに実コードを書いて、そのウィンドウ関数を HTML、JavaScript から叩くことで、スイフトのコードを実行することができます。で、キャパシタのハイブリッドアプリ、ウェブだったらウェブ、同じメソッドウェブだったらウェブで、スイフトだったら、スイフトだったら iOS だったら iOS で、Android だったら Android で実行するようになってますので、同じメソッドを分岐するために、ウェブキット上で、で、ウェブキットのメッセージハンドラー、先ほどの、URL スキーマーですね。で、ブリッジが有効だった場合、そちらのメソッドを実行するみたいな処理が行われています。ですので、
インデックス HTML から Swift にコードを実行するときの順番としてはインデックス HTML からバンドル JS、JavaScript ファイルに移動して、JavaScript ファイルからネイティブブリッジでどのプラットフォームで実行するかを確認した後で、プラグイン M、プラグイン H でカスタム URL スキマができていて、プラグイン Swift で実行されます。でまあ、ほぼほぼ同じなんで、次あの Android も説明するんですが、スライドも公開してますので、あの詳しくはスライドを見てください。同じように Android 追加することができます。で、同じように Android でブランクの、プロジェクト立ち上げるのとキャパシタンプロジェクト立ち上げるのほぼほぼ変わりません。で、じゃあどうやって実行してるのかって言ったら、あの Android はメインアクティビティからあのものを実行するんですが、ブリッジアクティビティというも、クラスをエクステンドしています。で、そちらで、ブリッジアクティビティからブリッジクラスをさらに、実行してまして、で、ブリッジクラスの中で、ロードウェブビューというメソッドを実行しています。で、じゃあそのロードウェブビューの中で何してるかって言ったら、ストリングで、まあ、サーバー URL、 こちらローカルホストになるんですが、ローカルホストでそういったものを取ってきて、同じようにアセッツの中のパブリックを、ローカルのパブリックをロードするようになっています。でこちらちょっとあの雰囲気違いまして、じゃあ HTML、JavaScript から Java に、アクセスするとき、こちらは、先ほどと同じ、もうこのコード一つで、WaveAndroid、iOS、JavaScript にアクセスする、3つの、テンプレートが生成されるので、もうこちらはあの再度実行する必要はないんですが、JavaScript、ごめんなさい、Java インターフェース見てみたところ、JavaScript インターフェースというあのブリッジクラスを持っていました。でこちら、使うと、そのまま、プラグイン H、プラグイン M みたいなものがなくても、Java の中で登録しておくと JavaScript、Java の中で登録しておくと、本当 Java と JavaScript って言いにくいですね。Java と、Java の中で登録していると JavaScript からアクセスすることができます。で、まあ、先ほどと同じように、JavaScript 上で同じコードをするんで、先ほどは、Win の、あ、なんだっけ。まあ、iOS の判定をしていましたが、今回は、Android Bridge の、ウィンドウオブジェクトがあるかどうかを判定して、実行するようになります。なので、IndexHTML から、まあ、BundleJS に行って、Native Bridge に行ってで、JavaScript インターフェースを利用して、プラグイン Java を実行する形になります。ですので、1個、パブリックインデックス HTML、まあ、先ほどの話だと、セカンド、サードとか、いろんな HTML ファイルがあってもいいですが、さすがにウェーブブラウザーも説明する必要ないですよね。URL リクエストして JavaScript 返すですだけですか。URL リクエストを、されたら、ウェーブブラウザーで表示しますし、ウェーブブラウザー、何かしら、ウェーブブラウザーの固有の機能を使おうと思ったら JavaScript で取りに行ったら問題なく使えます。じゃあ iOS は、ウェーブビューのロードをで、ウェブビューロードで、iOS のデバイスの中でストーリーボードで 100% で表示することができます。で、何かしらの固有の機能を使いたいと思ったら、シュットスタートロードウィズリクエスト。で、Android の場合は、JavaScript インターフェースを利用することによって、HTML、JavaScript からウェブビューの機能も iOS の機能も Android の機能も使えるっていうことを確認しました。で、何がいいのって言ったら、まあ、今日、ウェブは高レイヤーばっかりが増えて低レイヤーの API が少ないみたいなセッションがあったと思うんですが、実はあのモバイルの API は低レイヤー API がどんどん増えていっておりまして、こちらはあの、コルドバのキャパシターのに、似たような、アプローチで作ってるプラグイン集なんですが、みたいな感じでそういった、デバイスのネイティブの API いろいろあるんで、こういうものを叩けるようになるというのは魅力的じゃないかなと思います。ね、もうすごい簡単に言ってしまいますと、ウェーブってメインビューで表示してるだけなんですね。まあ、ちなみに先ほどちょっと遅いみたいな話がありましたけど、そういったコルドバとかキャパシタのアプリが遅いっていうことは、ローカルにファイルを置いてるウェーブが遅いってことなんで、モバイルデバイスで表示してるアプリは全て遅いって言ってるのと等しいわけです。なんで遅いっていうことは決してありません。
SWIFT から Java コード、SWIFT、Java コードから JavaScript にアクセスすることもできますし、逆も可能です。ね、もうすごい極端な話を言ってしまうと、メインのウェーブビューで表示しているわけですよね。なのでこれ私が作っているアドモブのプラグインなんですが、SWIFT 上でサブビューを生成して、サブビューのサイズを変えてそこに配置してます。から、まあ、こんなんアドモブでやってるだけですけど、例えばモーダルを表示して、そのモーダルの中は完全にネイティブでレンダリングするとか、もしくは、キャパシターをネイティブのアプリの中でキャパシターだけを使うみたいなことも可能になっていくんで、どん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 世界が広がるんじゃないかなと思います。まあ、ここまでお話ししたんで、もう皆さん全く何もなくてもキャパシターがなくてもモバイルアプリ作れるようになったと思うんですが、ただキーボードが出てきたりとか例外処理がいろいろ入ってますので、基本的にはキャパシター使った方が幸せになります。まだ言うと皆さん思われるんじゃないですかね、いや動くのは分かったけどユーザーインターフェースが必要なんだと。まあ、例えば、モバイル UI いろいろあります。まあ、トーストで出てくるとかで、何もなくやると縦横 100% なんで、こういった、上のiPhone のタッチの部分にそのまま一番上のバーがかぶってしまったりします。で、まあ、フレームワークコンパティビリティということで、 Android はマテリアルデザインで表示したい、で、iOS は、ヒューマンインターフェースデザインガイドラインに従ったもので作りたいみたいな要望もあると思います。で、タブみたいなものは、次のアプリの起動の時にそのタブを残しとかない、基本的にネイティブって残ってますよね。なんでまあ、こちらみたいなその場でクリックしたら変わるようなものじゃなくて、タブレベルで、ノンライナーナビゲーションをしたいみたいな話であったりとか、あとナビゲーションスタックで、進む戻るときにちょっとふわっと表示したい、もしくは、タッチで動かすと前のやつがちらっと 見えるようにしたいみたいなのがいろいろあると思います。で、そちらの要望は基本的にアイオニックフレームワークを使うと叶えることができます。なのでアイオニックフレームワーク、先ほど何回か言いましたが、アイオニックフレームワーク基本的にモバイル UI フレームワークですね。何の特徴があるかっていうと、そういったウェーブはじゃあモバイルで動かせるようになったと、じゃあどういったインターフェースで動かすっていう時にモバイル UI、モバイル API もしくは各種ガイドラインに沿ったものを、ウェーブで実現するのが一番やりやすい、今のところ多分一番じゃない、ユーザーインターフェースライブラリーになります。はい、いうことなんで、もうウェブ技術で作るからブラウザでしか表示できないみたいな世界はそろそろ終わると思っていまして、ウェブ技術で作ると、じゃあ一番最初にブラウザで表示してリリースするかで、そっちよりもユーザーはモバイルでアプリストアから探す人がいるから、とりあえず先にモバイルアプリとしてリリースして、その後でブラウザで表示するような PWA として出そうみたいな、さまざまな戦略が取れるような時代になってきたのではないかなと思っています。ね、本日もう完全にどういう仕組みで動いてるかみたいな話しかしてないんですが、どうやって作ったらいいかっていう書籍をつい1週間前ぐらいに出しましたので、もしも今日の話興味あって、アイオニックとキャパシタ使ってみようっていう方はこちらの書籍も合わせてご利用いただけると幸いです。はい、というわけでありがとうございました。で、まあ、JS カンファレンスということで SWIFT と Java の話を延々としたんで、質疑応答も長く取りたいなと思ってまして、10分ほど7分ぐらいは時間ありますので、質問とかある方いらっしゃいましたら、どうぞ。サービスワーカーはブラウザ固有の機能なんで動かないです。で、逆にサービスワーカーで動かさないといけないものってモバイルアプリ上はないわけですね。なんでローカルでファイルを全部置いてるわけなんで、もうキャッシュ済みなわけじゃないですか。で、プッシュ通知とかはサービスワーカーで受け取るよりもデバイス固有のプッシュ通知の方が当然優れているわけですし、他にサービスワーカーで何使われたいってあります？キャッシュセンターのワークボックスとか。ああ、もうローカルにファイル全部あるんで大丈夫です。
はい。API の通信は私個人的にサービスワーカーでコントロールするよりももうあのローカルストレージであったりとか、まあ、あのストレージにもっとハンドリングする形でキャッシュする方がいいと思ってまして、というのはあのサービスワーカーの実行、サービスワーカーの実行タイミングってまずあるわけじゃないですか。で、サービスワーカーの寿命ってあるわけじゃないですか。で、そちらで API の更新タイミングで、動かすよりもローカルで自分でやる方がすごい簡単で、どちらかというとあの今の Angular のデフォルトであったりとか、あのデフォルト設定をご覧になると分かると思うんですが、一番メインの一番、ファーストミーニングフル、ファーストペイントに必要な部分をサービスワーカーでキャッシュするみたいなのがあの今ちょっと一般的じゃないかなと思います。ウェブのね、だから API はあのサービスワーカーでキャッシュしない方がいいと思ってます。え、それは別に給水器を実装すればいいんですか？24時間の話は給水器に対応するんですか？まあ、ローカルストレージでも良くないですか？ちょっとわかりました。まあ、あの全然あの例えばツイッターみたいなアプリで、サービスワーカーでキャッシュ戦略するとちょっとややこしいパターンとかがありまして、またあのもし興味あれば全然後ほどお話しさせていただきます。まだあのキャパシタを使ってるかコルドバを使ってるかっていう区分まではしてないんですが、あのこちら日本語ユーザー、日本のユーザーグループであのざっとこういうアプリは出てますよっていうのはすごく出てます。で、アイオニックフレームワークの本家の方だともっと、大きなゼネラルモーターズさんとか、あれイギリスの保険会社でちょっとあの名前忘れたんですが、まあ、そういった大企業の採用事例とかもそういうところで見ることができます。はい、他にありますか？もう大丈夫ですか？はい。アンギュラー以外でリアクトとかビューとかも支援で、リアクトは正式サポートはしてまして、ただ正式サポートしてからまだ1か、正式サポートしてちゃんと動くようになってから1ヶ月とかなんで、まださすがに事例が出てきてないです。あ、そうです、そうです。ちょっと調査してないですけど、デモは見たことあります。ちょっとそれが、デモアプリだったのか本番アプリをデモとして出してたかはちょっと覚えてないんですが、あのリアクトキャパシターでの実例は見たことがあります。はい、もう大丈夫ですかね。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。45分まで休憩です。